今日はみんな泊まっていきなさい。やったのんちゃんとお泊まり、修学旅行みたいだね。松尾は二駅でしょ、走って帰りなさいよ。温度差が。みんなでご飯美味しかった。味はいつもと変わんねえだろ、あしゃぐなかす。だってあっくん家にお泊まりだもん、もうドキドキだよ。大丈夫？うるさい。小学校の頃あっくん家でさ、ってことあったじゃない。前もこんな感じだったかしら。今日はみんな泊まっていきなさい。やったー、のんちゃんとお泊まり、修学旅行みたいだね。松尾は二駅。ってことあったじゃない。前もこんな感じだったかしら。でしょ、走って帰りなさいよ。温度差が。みんなでご飯美味しかった。味はいつもと変わんねえだろ、あしゃぐなかす。だってあっくん家にお泊まりだもん、もうドキドキだよ。大丈夫？うるさい。小学校の頃あっくん家でさ、